どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたペグヘイ .io というゲームやっていこうと思います。ちょっとなんて読むかわかんないですけど、広告の感じですね、なんかこれバウンドさせたら攻撃力が上がって、あ、思ったより跳ねるな。なるほど、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なるほど。で、これで70ダメージいくよ。あいやいや、あ、広告の通りですね。あ、ブードゥー様らしからぬ、こう、なんか、二場面と言いますか。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、なんだ、ちょっと面白いな。あー、ただ、うまいこといかねえ。ただ、これ、近寄って来られたら多分ダメージ受けるぞってことやから、近寄られる前に倒さないとダメですよ、みたいなね。はいはい。あー、リロードとかもあるのか。はいはい。あ、これで倒せましたね。はいはいはい。何増えた。あ、色がちょっと違うやつ回復か。あー、で、アーチャー伝説パターンね。オッケーオッケー。まあ、とりあえずちょっとトークンもらっといて、あー、まあ、この感じが続いていくよって感じね。くそ。これで食らう？あー、まあ、10ですね。ダメージは10ですが、まあ、ちょっと早めに処理しときたい。で、ここで、なるべくあの、ねえ、むずい場所にあるのよ、色違いが。あの色違い倒さないと、当てないと、惜しい！いや、結構食らうな。あんまりちょっとダメージ受けたくないけど。で、これ、ウェーブ2って書いてあったから、まあ、育成の要素があるのかな？いや、これ、もう復活が当たらないのよ、これ。結構あのゾンビリンチ食らってますけど。よしよしよし。あー、挟まった。けど、なんとか倒せましたね。オッケーオッケー。まあ、どんなゲームかは把握しました。あ、で、トークン使ってパワーアップするやつもあるよ、という感じですね。今ちょっと2つに分かれるやつ、ちょっと350で買ってみました。なるほど。弾が倍になるので、これは強いね。なるほど。あ、これでワンパンできましたね。オッケーオッケー。あ、おもろいや。これパワーアップしてたらどんどん強くなりそうですね。450G ちゃん結構きつそうだな。こいつは攻撃力次第だね。やっぱこの緑の場所ランダムなんだな。むずい場所にあえて設置してあるのかと思いきや簡単なとこ出たりもするから。緑がうまいこと連鎖すると、爆裂な攻撃力いくぞと。あ、これをもう一発いけそう。よし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 。あ、ただまあまあまあ、もう一旦かな。50か。こいつ攻撃力高え。なるほど。もうきつくなってきましたね。早くも。ウェーブ4でもうなんか積みそうな感じです。あー、広告これちょっときつそうですね。にじいちゃんはやっぱ、だいぶよ。ちょっとでも、ここでダメージ受けんのか。あ、もう確定で無理ですね。ここで44コンボを決めないといけない。だいぶきちい。いけ、なんかワンチャンあれ、ワンチャンあれ。いやー、惜しい。今、左が触れてれば、まあ、無理ですね。まあ、復活したところであのじいちゃん倒して、その次がきついでしょうと。こんな感じね。あ、本当にこう、アーチャー伝説の感じですね。で、お金でちょっとずつアップグレードして、はい、はい、はい、オッケー、オッケー。大体どんなゲームかはもうわかりましたわ。さあ、ちょっといきなり60だ。なるほど。1個レベル上げたんですけど、お金で。1個レベル上げるだけで50ずつ増えるから、これ、PS というよりは、もうガチで、何回もこれ繰り返してお金貯めてレベル上げるゲームですね。どちらかというと。なんとかなんかいけそうですね。今回ちょっとボール3個あるし、2ターンでじいちゃん倒せるぐらいのポテンシャルを得たので、いいですね。まあ、さっきはもう全然いけそうになかったこのじいちゃんをなんとかクリアできそう。ただ、こうなってくると、この次どうなんだっていうのはあるけどね。あ、じいちゃんじいちゃん。あ、いや、700! ちょっと待って。700じいちゃんおるやん。これはだいぶきついぞ。わー、ワンチャンこれ450とか。いや、ただ手前の150しか死なんから、いやー、相当強いダメージを叩き出したけど、この後ちょっときついな。あー、無理だね。これは、
きちい。一回死んで、これでまた、ああ、これなんだ、広告見られへん。押してんのに広告見られへん。なんでだよ。ステージ途中の5秒広告バンバン出るくせに、なんで30秒広告見せてくれねえんだよ。あ、で、装備という概念もあるよと。これはもう地道にやり続けるしかないゲームですね。とりあえずちょっとガンガン進めていこうと思います。さあ、ここから15倍速でお届けします。まあ、このようにですね、まあ、ステージクリアするごとに割と広告が出てきます。で、さらにね、なんかこれ広告で見た感じ、なんか PS がすごい、重要なゲームなんじゃないかなって思ってたんですけど、意外ともうね、10回ぐらいしか壊せないんですよ。あとはまあ、運。緑のやつがどこに生まれるかの運ですね。で、これね、15倍速で見ていただいて、なんとなく、お察しいただく方も多いと思いますが、一ステージ一ステージがまあ長いんすよ。でなんかこうポン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 跳ねたところで倒せるか倒せないのかみたいなこうギリのことが少ないんで、なんかね作業感がすごかったですね。まあ一応ステージ1クリアするまでは絶対やろうとは思ってたんですけど、なんだかなおすすめできるようなゲームではねえなと思いながら、まあまあちまちまねお金を貯めるために、やり続けました。このなんかロック解除されたって書いてあるやつがまだよく分かってはないんですが、まあ、ひとまず、なんかステージ1のなんかカンスト状態には近づいてきたかなってところですね。なんか次あたりいけそうな気もするけど、どうなんでしょうか。で、あと、この装備も、広告見たらなんかもらえるっぽいので、ちょっと一回もらってみます。壮大なチェストの方。さあ、これね、なんか杖武器とか、防具だけど、青はレアかな。まあまあまあ。受けたダメージを 50% 反射する。ちょっと待って、これ、鎧銃ってこれ、守備力10は上がってんのか。これ、攻撃力も 2% しか上がってないのか。10の 2% だから、まあ、切り下げで0なんだな。なるほど。これ遠いな、マジで。ステージ1クリアすんの遠いぞ。あんま期待してねえけど、なんか、なんかよくわからん。よくわからんのが出た。これなんだ。攻撃 1%! だから、10の 3% はさ、0なのよ。まあ、ただ、レベルはだいぶ上げたので、もうここら辺は、もうバウンドさせる必要ないぐらい。なんか1個当てりゃ、とりあえずそれで OK っていう状態のところまで強さは来てます。なので、まあ、行けるところまでちょっとサクサク進んでいきましょう。さあ、こっから本番ってな感じですね。あと6ステージクリアしたら、ステージ1クリアっていう感じなんですが、まあ、でもダメージ増やすべきだな。で、これ、ジジイが2体いるのは、もう、正味そんなにしんどくないんですけど、後ろに350ゾンビがいて、あいつ遠距離攻撃なんですよ。だから、ジジイ倒すまで、後ろのやつが攻撃できなくて、なんか、意外といけそうっすね。オッケー。これ、ちょっと、一発被弾した程度で済んだし、なんだったら、防御力もちょっと上がってて、10しか食らってねえ。あ、オッケーオッケー。ああ、よしよしよし。あ、これもいけるぞ。よしよしよし。さあ、ここマジ大事。ここマジ大事。一旦で倒せたらでかいけど、無理か。これでも確定でダメージは、火ダメは確実にあるけど、ただまあ、一旦で。よしよしよし。さあ、これで一発食らう程度なら、10しか減ってない。あ、オッケー。あ、実はで後ろのやつも投げてきとんな。やばい。あ、でも、OKOK。あ、今までここが最高記録だったんですけど、全然まだいけますね。80食らってんな。ただ今、スキルで、リロード中に、絶対ダメージ受けるんですけど、それがミスになる。100% ミスになるというやつをお金貯めてつけたので、今回悪くないな。あれ？これめちゃくちゃ強いんじゃない？残ったダメージが次の敵に転送されるって、これ貫通するってことだよね。あ、これ、老害4体。なかなかですけど、ただこれ、毎回ね、600ぐらいのダメージ与えて、いい。あ、これワンターンキルできる。これはワンターンキルできますね。あ、ちょうど800ぐらいだけど、後ろのやつも減るの超でかい。あ、これはもうダメージ範囲入る前に倒せそうな気がする。これでかい。いやー、貫通攻撃めちゃくちゃいいや。ほら倒せた。ここ勝負やな。
なるべく火ダメージを抑えたい。いや、こう貫通しなかったら確定でもう一発食らってたけど、820、オーケー、これ一旦でいけるんじゃない？いやー、これはでかいぞ。まあ、ここは回復だな。よし、あと2ステージ。結構きついけど、まあ、手前は倒せるのよ。ミスター老害がちょっとやばいぐらいで、ただ、後ろのやっぱ遠距離ゾンビが鬱陶しいですね。ミスター老害の後ろからバンバンあいつ撃ってきよるから、で、やっぱウェーブが進むと攻撃力がやっぱ一気に上がるんですよね。どんぐらい減るかな。よし、まあ、とりあえずちょっと攻撃されずに倒せたらもうそれは最高。ただこれちょっときつそうな気はするけれども、跳ねろ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 、あーちょっと、いけろいけろ、お前戻れ、みあーなー、惜しい、しかし倒せた。ちょっとここは、あー、もう攻撃食らうけど、そんなに減ってない、そんなに減ってない。よし、あーずれたずれた、あーナイス、600いけ、よし600いけはとりあえず OK。よし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 、もう一発食らうぐらいで、まあ80か、結構でけえけど、さあラス面次クリアできたら、ひとまずこれはもう動画にする。じゃあ最後は5体、いや5体いるからさ、最初の戦闘がもう結構手前にいるんだよな。倒したい、老害を倒しときたい。惜しい、あと7、まあまあいいか、貫通するからな、とりあえず。もう食らう、やばい、いやーここで負けてもう一周はやだ。倒せ、2体倒せ、ダブルキルしろ、ダブルキル、まあ、いやこれ一気にダブルキルいければ、しかも次ヘビーボールでしょ、ヘビーボールは1個壊すごとに20増えます。そんかり重いんであんまり跳ねない。あーやばいやばい、あーでもいい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 、思ってたよりいい。よし、これ3体倒す。あ、2体までか、貫通しかしねえのか、1貫通しかしないっぽいですね。あーギリ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 、あーこれでかい、リロード中のダメージゼロがだいぶでかい。あの緑行きたかったけど、あーでもこれ勝ったね。オッケー、なんかよっしゃーっていう感じでもないけど、勝ち申した。いやー、さあ、これでステージ1クリアして、OK です。あ、高絵師に、到着しました。これでロック解除されたっていうのは何なんだろう。まあ解除されてますね。普通に上も行こうと思えば行けてたって。ああなるほど、この6個のうち4個いけば、その上にこう、なんか、まあ、HP とかダメージとか特化してあげることもできますよってな感じですかね。とりあえず今、あの、ステージ2をちょろっとやってみてはいるんですが、敵があまりにもインフレして強くなりすぎてる感が否めないですね。ダメージ一発130とか食らうし、体力もえげつなくあるので、これもうマジで課金して強くなっとくか、あとは本当にこれ死にながらちょっとお金貯めてを繰り返して、ちまちまレベル上げていくしかないので、なんでしょう、PS でどうにかしてやろうっていう感じのゲームではないですね。なので、これ、ソシャゲが好きで、長いこと、なんか一個のゲーム楽しみたいなっていう人には、割とおすすめかもしれないですが、私は、なんか、なんか、一試合が長いっていうのと、マジで結構な苦行です、これ。あの、レベル上げていこうとするのが。ということでね、今日はペグヘイ .io というゲーム紹介させていただきました。まあ、この動画見てね、面白そうだと思った方は、ぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。